用品が手に入るかな。大体ふん、まあそうですか。怪しいもんだが、奥様の代わりに旦那様の書斎へ行ってください。私たちではお耳をお貸しくださいませんので。お父様、私です。お父様、どうされた？やだ、お酒臭い。お父様、お酒を飲んでらっしゃるの？あれはどうした？お母様ですか？そうだ。お出かけになりました。どこへだ？さあ、いつものサロンではないですか。あいつは、夫がこんな時によく遊んでいられるな。ご用があると伺ってきたのですが。そうだった。酒を買ってきてくれ、オルガ。え？執事に言えばよいのではないですか？あいつはクビだ。酒の銘柄が覚えられないなどと抜かして断りやがった。お父様、行ってきてくれるな、オルガ。銘柄は？でも私未成年です。お酒はまだ売ってもらえません。使えんやつだな。出て行け。もう用はない。さあ。
何かの実験の記録？これが原因だったんだわ。これは何の実験だったの？ここに行けば何かわかるのかしら。
ちには行きたくない。どうして？やだ。アスナの言うような怪物なんているわけないんだから。違うの。こんな部屋が研究所の中に。ここ私の部屋だった。え？
なたには優しかったの。大丈夫、糸か。ちょっと、何やってたの、オルガ。今の地震、マジでヤバかったっていうの。してる？うるさいわね。赤くなってる。うるさいったら、これはここが暑いから。何よ、言い訳しちゃって。ちょっと待って。本当に少し暑すぎない？焦げ臭い。近くで何か燃えてる。
リーダーとなるならお父様の教育を受けてさ、こんなところで取り乱していてもいいわけがない。生きて、みんなで生きて、ここから脱出しなきゃ。みんな離れない。強行突破、必ず私の後をついてきて。
来てはいるが。ニキが煙を吸った。クロエ、ニキをもっと煙から遠ざけて、横にさせて胸をくつろげてあげて。わかった。ぬかと思った。アスナ、無事？なんとかね。いとか？え、先に出てたんじゃないの？嘘、さっきまでそばにいたのに。どこかではぐれたんだわ。ここはダメだわ。防火シャッターを閉めなければどこまでも火が回るわ。でも、いとかどうする？どうしたらいいの？火の勢いが早いわ。これじゃもういとかだって助かりはしない。閉じましょう。みんなの命が優先だ。行きましょう。水場を探してさっぱりしようよ。ね。あんた、人を殺すところだった。